えー、こんにちは、速乾塾の久保でございます。まあ、次回のズーム対談なんですけども、もう早くも7日ですね、7日の13時から1時間ということになっております。えー、岡恵理子さんが対談相手ということになってまして、えー、っとね、この方はね、一応女性ということもありますので、いろいろと事情を聞いて、えー、顔出しなしということにさせていただきますんで、まあ、お声をね、聞きながら、いろいろと対談をしていこうかと思います。で、えー、岡恵理子さんに、 えー、ちょっとね、えー、アドバイスなんですけども、まあ、このようにね、顔を出しての対談が難しい場合は、あのー、ズームの機能で、ビデオを停止っていうのがあるんですよ。要するに、音声だけが聞こえるようにするっていう機能もありますし、それからね、えー、スマートフォンでおそらく対談されると思いますけども、スマートフォンの角度をちょっとね、自分の顔に向けるんではなくて、ちょっと別のところ向けて、例えば、こういうふうなね、お人形さんでも何でもいいんで、<laughs> それこそね、 本ででででも何でもも壁んいいんでね、うん、自分の体の一部が出てもいいし出なくてもいいしって感じでまあなんとなく雰囲気伝わるようにカメラには何か映していただければいいんじゃないかなという方法もございます。ね、よくあの詐欺グループが TBS のインタビューで答える時にこんな感じで顔が映らないつっ,ってありますよね。お出しに言わせると騙される人がバカなんですよみたいなねそんなインタビューがあったりしますけども <laughs> なんかそんなんないですかね。 はいえー、それでねか顔立ちが難しければ工夫していただいてあの声だけが聞こえるような状態で対談することも十分可能ですからその辺はご心配なくということでございます、えー、そして今回ねプレゼント PDF の書籍を、まあ、あのプレゼントしますよってことだったんでこの PDF、えー、欲しいなって方はねまたあの岡井理子さんのお問い合わせ先から取り寄せていただければと思います、えー、まあ別のものがいいんでしょうかっていうことですけども あの何をやってもも迷いますからもうこれでいきましょうで今回が最後じゃないですからこれからたくさんいろんなところに出ていくわけですよねもしくは人に呼ばれていろんなところでお話をする機会とかがあると思いますのであのそのたんびにねどんなプレゼントがいいかいろいろと迷うと思いますまあ迷っても迷ってもこれだって決めてもいやこっちがいいかなって必ずなるんでもうここはね一発度胸でこれでいきますと決めたらこれでいっちゃいましょうあの失敗してもいいんですよ反応を見ながらプレゼントを変えていけばいいんで。 よろしいですかね。はい、で、えー、視聴者さんとのやり取りができるように、公式の LINE を作ったということなんで、LINE グループの方の URL も当日紹介していただければ幸いでございます、えー。もう顔出ししなくても、こんな感じでね、さっと差し込んでもいいですし、それからコメント機能がありますんで、コメントの欄に書いていただいても結構です。えー、もしくはね、後日になりますけども、私の方から、あーえー、この Zoom 対談の YouTube の概要欄に え、公式 LINE の URL とか、あと、岡井理子さんの連絡先のメールアドレスなど、貼らせていただいても結構ですから、その辺ご検討の上、また、あの、ご連絡ください。えっ、ー、と、そうですね。ここならアカウント。ここならアカウントもお知らせ。やっぱりね、私も全然、ケチってやらないって言ってるわけじゃないんですよ。私がやるのは全然構いませんけども、より信頼を勝ち取るためには、実際に商品を提供する方とか、サービスを提供する方が、 直に求めてる方に手渡しした方が絶対いいんですよ。私が間に入ることによって、やっぱ私の色がつきますし、えー、やっぱりこう、熱意が伝わるものとしたら、直でしょうね、やっぱりね。誰も間に入らないって感じがいいと思いますんで。えー、私はこの時はね、あのー、今回は橋渡しに勤めさせていただければなと思います。ただ、それでも、いろんな事情で難しいよって方は、私が仲介して、これ、岡江理子さんのですっていうふうに渡すことも全然、あのー、しないことはないですから、あその辺はね。 ご決断くださいということでございましたあそれでは7日まもなくですけどもご準備してお待ちください、うん、今日はとても寒いですね